韓国内のガソリン価格が、10年ぶりに歴代最高価格を新たに更新した。経由価格は1ヶ月近く、日ごとに最高値の記録を塗り替えている。ロシアのウクライナ侵攻の余波による国際油値の上昇で、韓国のガソリン価格が右肩上がりだが、政府が価格を引き下げるための政策カードが全くなく、家計負担はさらに大きくなる見通しだ。11日、 韓国石油公社の有価情報サイトオピネットによると、この日現在、全国ガソリン販売価格は、リットルあたり2063.45ウォンで、前日比6.66ウォン上昇したと集計された。今までの最高値だった2012年4月18日の2062.55ウォンを10年ぶりに超えた。オピネットは午後に再び価格を更新する予定であるため、 この日のガソリン終値はさらに上がると思われる。韓国国内のガソリン価格は、今年3月15日、約9年5ヶ月ぶりにリットルあたり2000ウォンラインを突破した。以後2000ウォンでしばらく前後していたガソリン価格は、国際原油価格上昇の余波により、急上昇している。この日、全国経由の平均販売価格は、 前日比7.91ウォン上昇したリットルあたり2062.28ウォンを記録した。軽油価格は先月12日、リットルあたり1953.29ウォンを記録し、既存最高値を約14年ぶりに更新した後、連日最高記録を塗り替えている。ガソリン及び軽油販売価格は、今年1月1日、それぞれリットルあたり1623.79ウォン。 1442.42ウォンだったが、5ヶ月ぶりに価格がそれぞれ420ウォン、600ウォン以上上昇した。年初比上昇率はそれぞれ26.1%、41.6%に達する。ガソリン経由価格上昇傾向は、しばらく継続されると見られる。需要が多い上、欧州連合のロシア産原油制裁で供給が不足するという懸念に、 国際原油価格がバレルあたり120ドルを上回っているからだ。オペックプラスが、今年7から8月には増産量を50%ほど増やすことにしたが、既存の増産目標も満たせていないだけに会議的な見方が支配的だ。ここに米国原油在庫が予想値を下回り、国際原油価格がバレルあたり150ドルを超えるという見通しも出ている。超高油値時代が長期化し、 政府の政策カードも使い尽くされた状態だ。政府は物価安定のため先月1日からガソリン類税引き下げ率を最大幅である30%に拡大したが、国際原油価格上昇幅がさらに大きく、消費者の体感効果は薄れた。諸産ボム大韓石油協会対外協力室長は国内ガソリン価格は、 国際原油価格と2から3週間の時差があり反映される特徴を持っている都市最近の国際原油価格が着実に上昇を示したため、今後も当面の間ガソリン、軽油価格に、引き上げ要因として作用すると思われると述べた。彼はまた世界のガソリン需要の35%を占める米国のドライビングシーズン到来と、中国の上海封鎖解除など、石油製品の需要増大要因は明らかだが、 オペックプラスの制限された増産、ロシアのウクライナ侵攻長期化などの影響で、石油製品の供給は大きく増えず、国際原油価格は当面の間、上昇を続けていくだろうと付け加えた。